今回は今年2回目の無印週間に行ってきたので、期間中全品 10% オフで購入できるこの機会に買ってみてほしいものを6つ紹介します。テレビで紹介された商品や SNS で話題の商品など、注目されているものを中心に購入してきたので、ぜひ最後までご覧ください。まずはじめに紹介するのは LED 懐中電灯です。売り切れている店舗が多く、なかなか購入できないと話題のシンプルなデザインの懐中電灯です。半透明のシェードを採用した懐中電灯で、防雨型なので野外でも安心して使用できます。大きさは大と小があり、小を購入してきました。災害用に懐中電灯を買っていてもしまい込んでいる方も多いと思います。使いたい時にどこへしまったかわからなくなることが多く、常に出している状態でもインテリアとして使えるものを探している時に無印で出会いました。2007年に販売された商品ですが、今でも大人気のベストセラー商品です。取っ手の先の部分に電池を入れることができ、単三電池1本で使うことができます。明るさは2段階あり、1回ボタンを押すととても明るく、2回押すと優しい明るさになります。そしてとても軽いんです。一般的な懐中電灯とは違い、明かりを向けた方向にだけ照らすのではなく、傘の部分から明かりが漏れるようになっているので、ランタンとして使用することもできます。明るさもものすごく明るいのではなく、心地いい明るさなので普段使いでも使いやすいです。いざという時に単三電池1本で使えるのもいいです。我が家では玄関にそのまま置いておこうと思います。デザインがシンプルなのでインテリアとも馴染み、出したままにしておくと使いたい時にすぐ使え、購入してよかったです。次に紹介するのはインテリアフレグランスオイルです。 SNS でかなり話題になっているインテリアフレグランスオイルです。無印のフレグランスオイルは自然な香りで、季節限定の香りなどもあり、たくさんの種類があります。その中でも話題になっているのがウッディの香りで、大人気の高級コスメブランドのイソップにとても似ていると話題になっています。高級ブランドととても似ている香りなのに1990円はとても安いと購入する方が多い人気の香りです。スティックは別売りなので無印で一緒に購入しました。大きさも2種類あり、大きい方を購入しました。小さい方は 60ml で1190円なので、大きいサイズの方が3倍入っていてお得です。開けてみるとユーカリやヒノキなど温かみのある香りがブレンドされていて、とても落ち着く香りです。香りはしっかりしますが、自然な香りでふわっと香ります。もっと強い香りが好みの方は、一度スティックを入れなじませてから反対に入れ替えると香りが強くなるので、定期的にやるといいです。小さいお部屋だと香りが強すぎる場合はスティックの数を減らすといいです。なくなっても詰め替え用が売ってあるので、そちらは200円安く購入できるのでおすすめです。ラベルを剥がすこともでき、取ってみると高級感が増します。高級ブランドはお値段が高くて悩んでいる方でも、無印だと似た香りで1990円で購入でき、今だとさらに 10% オフで購入できるので、店頭にテスターも置いてあったので香りを試して購入してみてください。次に紹介するのはファイルボックス用つまみです。無印で大人気のファイルボックスの穴に装着できるつまみです。
無印のファイルボックスはとても使いやすく、我が家でもいろいろな場所で使っているのですが、丸い穴に指をかけて取り出すのが難しい場所があったり、たくさん入れて重いものだと指が痛かったりと使い勝手が悪いところもありましたが、つまみがあるとどんな場所に置いていても取り出しやすく、最近発売されずっと欲しかった商品です。カラーは今回購入してきたグレーと赤と白の3色です。取り付けはとても簡単で、台紙からリングパーツを外し、本体のパーツをファイルボックス7に取り付けます。そしてファイルボックスの内側からつまみにある穴に通し、最後にリングパーツにファイルボックスの内側から固定します。かなり引っ張っても取れる気配はないです。我が家では色を揃えたく全てグレーに統一しましたが、入っているものに合わせて色分けしてみてもいいです。無印のファイルボックスは木製や紙製のものがありますが、ポリプロピレン製のファイルボックスのみ使用できます。取り付けることでワンポイントになり、使い勝手も良くなったので、ファイルボックスの購入を考えている方や既に使っている方にもおすすめしたい商品です。次に紹介するのはパイルヘアターバンです。吸湿性があり蒸れにくいパイル地を使用したヘアターバンです。メイクや洗顔時に便利で、幅が太いものと細いものの2種類があり、髪の毛が長いので太い方を購入してきました。カラーは今回購入したグレーとグレーストライプ、ピンク、ベージュの4色展開です。生地はとても柔らかく、頭にフィットし、ずれにくく使いやすいです。パソコンで作業をしている時など集中したくて使用することもあるのですが、ずれにくいのに締め付けで疲れることもなく、とてもいいです。毎日使うものなので洗濯する回数も多いですが、ネットに入れて洗濯していたらへたりにくいので、ネットに入れて洗濯してください。無印らしいシンプルなデザインとカラーで、洗い替え用にもう一つ買っておきたいくらい気に入りました。お値段もお手頃で、カラーもどれも可愛いのでおすすめです。次に紹介するのは水のいらない靴用泡クリーナーです。無印良品500円以下で購入できる商品の動画で、靴磨きブラシと一緒に紹介した水を使わなくても洗えるクリーナーです。毎日使う靴を洗ってしまうと次の日に乾かなかったという経験がある方も多いと思います。そんな時に便利なのがこちらのアイテムです。ワンプッシュでとてもきめ細かい泡が出ます。使う時はしっかり表面のほこりや汚れを布やブラシで落とすことで汚れをしっかり落とせます。実際に使ってみましたが、すごく前につけてしまった汚れも簡単に落ちました。泡を広げながら使うので自然乾燥させますが、すぐに乾きます。使用できないものはヌメ革、ヘビやワニ革、オイルレザーなど特殊革や特殊加工の革は使用できません。しかしスニーカーなどが少し汚れたけど布では拭き取れないって時や、出かける前に汚れに気づいた時にとても便利です。少しの量で汚れが落ちるので1本買うとかなり持ちます。1本持っておくととても便利なアイテムなので、この機会に購入してみてもいいと思います。最後に紹介するのは撥水ワンショルダーバッグです。テレビでも紹介され、店頭に並んでも即完売し、なかなか手に入らないショルダーバッグです。なぜそんなに人気かというと、
某有名ブランドの形に似ていると話題になり人気なんです。この形状のバッグはトライアングルバッグと言われていて、今とても人気の形です。カラーは今回購入したブラックとライトベージュ、ダークベージュ、ピンク、グリーンの5色展開です。しっかりした作りで、生地は撥水加工されているので雨の日でも気にせず使えます。バッグの口はチャックではなくボタンで留めるタイプですが、ショルダーなのでボタンの方が使いやすいってところも考えられているなと思いました。マチも広く17センチあり、たくさん物を入れれます。外側にポケットがついているので、スマホを入れたりよく使うものを入れておくのに便利です。ワンショルダーなので見た目のまとまりもよく、カジュアルでもきれいめのお洋服でもどんなお洋服でも使いやすいです。シンプルなデザインなので女性だけでなく男性でも使えます。荷物をたくさん入れるとワンショルダーだと肩が痛くなることもありますが、クッション性の高いパッドが入っているので肩が痛くなりにくいです。仕切りがないので中のものが一緒くたになるのが嫌な方はバッグインバッグを入れて使ってみると使いやすいです。収納力も使い勝手もとても良く、お値段もお手頃なので人気の理由がわかります。在庫がない店舗もあるみたいですが、あったら絶対に買ってみてほしいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。無印良品週間行かれる前の参考になっていたら嬉しいです。この動画が良かったと思っていただけたら、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。